はい、どうも山コフです。今回は伊豆下田旅行編をお送りしていこうと思いまして、横浜駅に来ております。今回のパート1編では金目鯛、サザエなどの海産物食べ放題の超豪華人気のホテルを紹介していきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみですね。それでは電車乗っていきたいと思います。はい、今回乗車する電車は特急踊り子号になります。初めて乗るんで楽しみですね。それでは乗車していきたいと思います。はい、特急踊り子号乗車いたしました。今回の旅のお供は崎陽軒のシューマイ弁当になります。クラシックな弁当で美味しいですよね。それでは下田までお弁当を楽しみながら乗車していきたいと思います。行ってまいります。はい、伊豆急下田駅到着いたしました。非常に素晴らしい景色を眺めていたので、あっという間の乗車時間でしたね。それでは今回ご紹介するホテルまでは送迎バスも出ておりますし、徒歩でも15分ほどなので、私は歩いてホテルまで向かっていきたいと思います。それでは行ってまいります。はい、下田ジュラクホテルさん到着いたしました。チェックインは15時からとなっておりまして、チェックアウトは10時のシステムとなっております。それでは温泉はもちろんですが、美味しい海鮮もたくさん食べて楽しんでいきたいと思います。それではチェックインしてまいります。はい、チェックインいたしました。今回泊まるお部屋を紹介していきたいと思います。それでは失礼いたします。お部屋オープン。純和室で非常に清潔感があっていいですね。それでは外の景色も、おお、めちゃくちゃ眺めいいですね。これを部屋から眺められるのは本当贅沢ですね。それではお部屋紹介していきたいと思います。まずトイレは非常に清潔感があって、ウォシュレット付きですね。洗面台も非常に綺麗で、アメニティはポーラでした。はい、それでは荷ほどきをしまして館内を見ていきたいと思います。はい、まず来たのがアミューズメントコーナーになります。非常に席数も多く広々していていいですね。内容としましては、サッカーボードゲームやレトロゲームやオセロ、温泉の定番卓球台なんかもありますね。幅広い年代の方が楽しめると思います。はい、次は大浴場を見ていきたいと思います。下田温泉有名ですからね、楽しみです。それでは確認してまいります。はい、大浴場はまずサウナはありません。そしてアミニティは全てポーラで統一されてました。で、こちらの内風呂のヒノキ風呂、こちら非常に滑らかで、ちょっと温度は低めで入りやすい温度でしたね。そしてこちらの露天風呂、こちらは非常に温度高めで、肌寒い外気に触れながら入る温泉は最高でしたね。サウナがないのはちょっと残念でございますが、非常に最高の温泉でございました。はい、次は夕食を食べていきたいと思います。こちらの空海さんでバイキングを食べていきたいと思います。こちら2部制となっておりまして、15時半から18時10分の回と、17時10分から20時半までの回となっております。それでは美味しい海鮮料理たくさん食べていきたいと思います。行ってまいります。
はい、1品目はお寿司を持ってまいりました。左下からサンマ、ヤリイカ、大トロ、つぶ貝、赤貝、赤エビになります。はい、ではまず大トロからいただきます。いや、めちゃくちゃサシ入ってて美味しいですね。これ食べ放題はやばすぎます。はい、次はヤリイカいただきます。非常にイカの甘みもあふれて食感も良くて美味しいですね。はい、次は下田名物のサンマ寿司いただきます。全く臭みがなくてサンマの脂身が甘くて美味しいですね。はい、次は赤エビいただきます。めちゃくちゃ身が大きくてプリプリとした食感、これはめちゃくちゃ美味しいですね。はい、次はヤマコフ大好き赤貝いただきます。これほんと都内の高級寿司食べ放題とかで出てくるレベルの赤貝ですね。めちゃくちゃクオリティ高くて美味しいです。はい、次はつぶ貝いただきます。つぶ貝も食感がコリコリとほんと美味しいですね。では最後いただきます。お寿司完食。はい、次はお刺身を食べていきたいと思います。左下から金目鯛、目鯛、ヒラマサ、本マグロになります。はい、ではまず金目鯛からいただきます。いや、金目鯛食べ放題はすごすぎますね。脂のりが良くて美味しいです。はい、次は目鯛いただきます。非常に淡白の中に脂も乗っていて非常にこちらも美味しいですね。はい、次はヒラマサいただきます。身の食感がしっかりとしていて淡白の中に旨味があって美味しいです。はい、次は本マグロいただきます。この本マグロうまいですね。めちゃくちゃねっとりしていて美味しいです。はい、お刺身完食。はい、次は浜焼き焼いていきたいと思います。ハマグリ、ホンビノス貝、サザエになります。はい、焼き上がりました。めちゃくちゃ磯の香ばしい香りがいたしますね。はい、まずハマグリからいただきます。非常に小粒の中に身の濃厚さが詰まってますね。はい、次はホンビノス貝いただきます。ホンビノス貝は独特の食感、これがたまらないですね。はい、次はサザエいただきます。身の食感とほろ苦さ、大人の味ですね。はい、次はエビとホタテ焼いていきたいと思います。はい、焼き上がりました。こちらも非常に香ばしくて美味しそうですね。はい、ではまずエビいただきます。サクサクの殻と中が身のプリプリ、たまらないです。はい、次はホタテいただきます。ホタテめちゃくちゃうまいです。身がプリプリで香ばしくて美味しいですね。はい、浜焼き完食。はい、次は金目鯛の煮付けいただきたいと思います。煮付けまで食べられるなんてすごすぎますね。いただきます。身がふっくらとしていて甘じょっぱさがたまらないですね。金目鯛を満喫できて最高でございました。では最後いただきます。金目鯛の煮付け完食。はい、次は一品料理食べていきたいと思います。エビのマヨネーズ焼きとサザエのパイ包みになります。ではまずエビのマヨネーズ焼きいただきます。身がプリップリとして美味しいですし、またマヨネーズが最高に合いますね。はい、次はサザエのパイ包みいただきます。中にめちゃくちゃサザエも入ってますし、グラタンっぽくて美味しいですね。いや、こんな洋風なサザエ初めて食べました。それでは最後いただきます。一品料理2種完食。はい、それでは最後にケーキを食べて締めたいと思います。いや、一口サイズでいいですね。いただきます。非常にデザートもクオリティ高いですね。それでは最後いただきます。デザート完食、ごちそうさまでした。はい、1日目終了いたしました。非常に温泉も最高でしたし、またバイキング本当最高でしたね。あんなに鮮度が良くて美味しいものが食べ放題っていうのはクオリティ高すぎました。さすが大人気のお宿だなと思いました。それでは晩酌をして明日に備えて寝ていきたいと思います。おやすみなさい。はい、おはようございます。
いや非常によく眠れましたね。はい、それでは早速朝風呂に入って朝食に向かいたいと思います。はい、朝食のバイキングも夕食と同じでこちらの空海さんで食事していきたいと思います。朝7時から9時までの時間帯でバイキングを行っております。それでは行っていきたいと思います。はい、1品目はお刺身持ってまいりました。左下からハガツオ、本マグロ、白ダイ、アジ、糸よりダイになります。はい、まずハガツオいただきます。脂のりと身の食感めちゃくちゃ美味しいですね。はい、次は本マグロいただきます。いや、こちらの寿楽さんの本マグロめちゃくちゃうまいですね。はい、次は糸よりダイいただきます。非常に淡白の中に脂のりがあって美味しいですね。はい、次は白ダイいただきます。こちらは糸よりダイよりもコリッとした食感が美味しいですね。はい、次は大好きなアジいただきます。ネギと生姜のアクセントがあってめちゃくちゃ美味しいですね。朝からこんな美味しいお魚がたくさん食べられて本当に最高です。では最後いただきます。お刺身完食。はい、次は干物を持ってきました。アジと金目鯛になります。はい、焼き上がりました。まずアジからいただきます。身はプリプリでこの塩味のバランスがめちゃくちゃいいですね。はい、次は金目鯛いただきます。やはり干物にすると旨味が凝縮されて金目鯛さらに美味しくなりますね。では最後いただきます。はい、干物2種完食。はい、それでは締めに寿楽スペシャルカレーを食べていきたいと思います。アワビ、ホタテなんかが入ってる超豪華なカレーですね。いただきます。いや、貝の出汁めちゃくちゃ出てて本当美味しいですね。このカレーは絶対食べた方がいいと思います。はい、名残惜しいですが最後いただきます。寿楽スペシャルカレー完食。ごちそうさまでした。はい、下田寿楽さん大満喫でございました。まず温泉、非常に清潔感があって、そして入った時間帯も良かったのか非常に人も少なめでゆっくりと楽しむことができました。そして何よりも夕朝食のバイキング、金目鯛をはじめとした非常に鮮度のいい海産物が思う存分楽しめて本当に大満足でしたね。その中でもやはり金目鯛、あちらは別格に美味しかったですね。干物、煮物、そしてお刺身、本当にどれも美味しくて最高でございました。本当に大満喫の旅館でございました。ありがとうございました。今回の動画を見てもっと他の旅館も紹介してようですとか、今度は違う地域も旅行に行ってよと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。ぜひコメントで今回の動画のご感想をいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。